鈴木太郎は競技マージャンのプロジャン氏。日本プロマージャン騎士会に所属した後、2005年に日本プロマージャン協会へ移籍後、2020年11月最高位戦日本プロマージャン協会に移籍した、茨城県三海江道市出身、高千穂大学出身、野口省、最強くらい、鈴メ王など、数多くのタイトルを獲得している。 スズメ王決定戦3連覇の記録を持つのは彼だけで、ある。愛称は、ゼウスの選択。テレビ対局などでは、同じくプロジャンシの鈴木達也との混同を避けるためか、太郎と呼ばれることが多い。デジタル派ジャンシとして知られているが、彼の掲げる、デジタルとは、月などの曖昧な要素を否定し、論理的な思考に基づいた選択を行う、という意味での、 デジタルであり、近年流行している統計データを元にした戦術とは異なる。小林強氏や村上敦氏と共にオカルトバスターズとして活動していた。2018年に行われた M リーグドラフト会議にて赤坂ドリブンズから3位指名を受ける。趣味は将棋。ありがとうございます。